文化功労者の顕彰式に杉良太郎さんらが出席しました。人の役に立てるようなことを一つでも多く、人生をかけてやっていくしかないな。杉良太郎さんは芸能活動に加えて海外での福祉活動や国際交流が評価され、今年度の文化功労者に選ばれました。このほかオリンピック4大会で金メダルを5個獲得し、小野に鉄棒と呼ばれた元体操選手の小野隆さんら合わせて15人が松野文部科学大臣から顕彰を受けました。文化勲章受章者は6人のうち3人が女性でしたが、文化功労者は15人のうち女性は2人でした。